こんにちは。カナダ在住の山達です。Twitter ファイル、FBI は門番ということで話をしていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、初めての本がもうすでに発売されております。よかったらクリスマスプレゼントにいかがでしょうかということで本題に入っていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、また Twitter ファイルが公開されましたのでその話していきたいと思います。Twitter ファイルというのはジャーナリストのマット・タイビさん、バリー・ウェイスさん、マイケル・シェレンバーガーさん、そしてリー・ファンさんというこの4人が直接 Twitter 社内の文書にアクセスすることができてるんですね。 で、それを元にした報道。僕たちが普段日常を使っている SNS の裏側でどういうことが起きていたのか、または起きているのかっていうのを詳細に報道してくれてるんですね。 で、今までの話まとめていきますと、第1弾ではハンターのパソコン問題、第2弾は秘密のブラックリスト、第3弾から第5弾まではトランプ大統領のアカウントが凍結されるまでその背後でどういうことがあったのか、第6弾からは諜報機関による意見行為の証拠であるとか、第7弾で FBI の暴走と圧力の実態、そして前回第8弾は米軍の海外工作活動に協力していたっていうその話が出てきていました。 で、第8弾の動画のところだったと思うんですが、ちょろっと言ったのが、その日のうちに第9弾も公開されたってことを皆さんに紹介しましたが、多分ですけれども、オフィシャルなものじゃないんですね。あの、この4人とはまた別の人が勝手にツイッターファイルを名乗ってやってるのかなっていうふうに思うので、ちょっと今回の中から入れてませんけれども、まあ、それでもその第9弾もですね、そのカリフォルニア州とアリゾナ州の政府とかがどのようにして、えー、そのツイッターと協力をして、その、 えー、まあ、検閲っていうのをさ,させていたのかっていうような話がいろいろまとめられていました。はい。まあ、今回の話とちょっと違いますので横に置いときたいと思います。はい。で、今回なんですけれども、今までその大なんちゃら団っていうふうになってたんですけれども、そういうふうに題されてないんですね。で、多分ですけれども、FBI が声明を出しました。それに反論するってことが目的だと思います。はい。じゃあ FBI 何言ったかって言ったら、その、この Twitter ファイルっていうのは、 陰謀論者たちがアメリカを守るために必死に働く FBI 捜査員たちの信頼を失墜させようとご情報を垂れ流しているんだ。みたいなことをおっしゃっていらっしゃるんですね。まあこれに対してマット・タイビさんが今回ちょっとカチンと来てるんでしょうね。いまあいろいろ言っているわけなんですけれども、FBI なんですけれども、あの前、前回かな、第7弾ぐらいで分かったのが3.4億円をツイッターに支払ってたってこと分かってるんですよね。 で、これに対してつい、えー、っと FBI は経費の返済をしただけだっていう風に言ってるんですよ。 で、何の経費か言及してないので詳しいことわからないんですけれども、一つ言えるのは3.4億円ツイッターに支払ったっていうことに関しては FBI が正式に認めているわけなんですね。はい。っていうようなところも分かってるわけなんですけれども、じゃあ今回のこのまあ番外編みたいなツイッターファイルなんですけれども、マット・タイビさんが担当しています。何を言ってるかって言ったら、あの FBI さん、あなた方なんか、なんか陰謀論者がどうのこうのってギャーギャー言ってますけれども、あなた方、 巨大 SNS 監視検閲プログラムの門番なりドア係のような役割やってたんじゃないんですかっていう話なんですね。つまり、今までそのツイッターと FBI の関係みたいな感じのところだったんですけれども、そのさらに一歩先に行って、その他の政府機関と SNS 企業の橋渡しのような役割をしているのが FBI さんじゃないんですかみたいな話になってるわけなんですね。はい。えー、っ、え、て、ー、いうようなことで、じゃあどういう政府機関絡んでるのかっていう話なんですけれども、今まで FTIF、これあの FBI の参加にある海外影響力対策タスクフォースっていうそういう部署なんですけれども、そこの、ま、だいたい80人程度が検閲に携わってたんじゃないかっていう話になってたんですが、もうそれだけじゃないということなんですね。 FBI 通じて国務省であるとか国防総省、そして CIA みたいないわゆる諜報機関だけではなくてさらには州政府であるとか、あとは地方警察とも連携取ってたんだっていうことだそうなんですね。で、例えばこの州政府っていうのは例えばカリフォルニア州が一番いい例ですよね。選挙関連の検閲も全力でやってたわけなんですけれども、ちょっとその話今回脱線したので横に置いときたいと思います。はい。で、今回のこのツイッターファイルの中、例で出されたメールの中で一つ示されてたのが、 えっと、ミネアポリス警察。あの、ミネソタ州の、えっと、と、地方の警察って言えばいいかな。まあ、そこが、えっと、ツイッターに、まあ、これチェックしてくれみたいなこと言ってるんですけれども、直接警察から連絡来てるわけじゃないんですね。これどこから来たかって言ったら、エルビスちゃん。あの、もう何度も話に出している、サンフランシスコ支部の超重要人物ですね。 ま、要はその、地元の警察、地方警察っていうのは FBI に連絡をして、で FBI からツイッターっていう形でまさに橋渡しのような役割をしているということが、ここからわかるわけなんですね。 で、それだけじゃなくて、えっ、ー、と、こういうメールの中に OGA っていう表現結構出てくるんですよ。日本語に言うとオガですね。はい、どうでもいいですね、それはね。はい。えっ、ー、と、この OGA の O は other の略称ですね。で、G は government。で、A は agency っていうことで、そのまんま直訳すると他の政府機関っていうような役、えっ、ー、と、役になるわけなんですよね。 ま、なので、あの、他の政府機関ということですっごい幅広い意味で、えー、国土安全保障省だとか、司法省だとか、国防総省だとか、国務省だとか、財務省だとか、なんかそういうふうに、なんかいろんな政府機関の名前を思い浮かぶと思いますが、これそういう意味じゃないっていうことなんですね。これ、いわゆるその、業界用語というか、隠語みたいな感じになってるようでして、CIA の遠回しな表現が OGA だそうなんですよ。 実際今回あの分かってますけれども、その元 CIA 職員っていうのはいろんな SNS 企業に散りばめられてるんですよね。で、今回マットタイビさんもその元 CIA の方にいろいろインタビューをしていて、その中から、ああ、もう OGA っていうのはその CIA のこと言ってるよみたいな感じの返答も得られたっていうふうにも投稿しています。はい。で、えっ、ー、と、例えばですね、今回のこのメールっていうのは FBI のそのサンフランシスコ支部の超重要人物、エルビスちゃんがツイッターに送ったメールなんですね。 で、その内容を簡単に言うと、その、ツイッター社内にいる元 CIA の人と、まあ、ちょっと連絡がどうのこうのみたいなね、そんな話のようなんですよ。はい。まあ、なんで何か重要な話があるんだろうね、みたいな話ですね。はい。で、ちなみに、あの、ツイッター社内の状況っていうのは、すごいことになってるんですよね。はい。あの、過去の動画でお話ししています。どれぐらい諜報機関の人が、えー、まあ、元諜報機関って言った方がいいかもしれませんが、そういう人がいるのかっていう話まとめてありますので、え気になる方はこの動画見てください。1週間ぐらい前の動画だと思います。とりあえず、 ここ、あの今回の話で一番重要なのが CIA めっちゃ関わってるやんっていう話なんですね。はい。で、例えばですね、あのツイッターとの FDIF、えー、F 会議、その海外影響力対策タスクフォースの会議っていうタイトルの中で、その送信先見てみると、めちゃめちゃ FBI いるんですよね。で、ツイッターからはこの2人の名前があるんですけれども、めちゃめちゃ FBI の話が、名前がある中、OGA っていうのが2つあるんですね。 で、えー、っていうところから、まあ、あの、CIA さんが関わってんだよねと。だって、これ、その、ね、あの、他のやつだったら、その、メールの中で出てくるならわかりますよ。さっきのやつも、他の政府機関の人と話し,したいんだ、みたいな、ニュアンスだったらわかるんですが、これ、要は電話帳でこういうふうになってるわけですよね。 ってなると、わざわざ何か違う単語だってこれ、例えば、国土安全保障省の人だったら DHS って書けばいいじゃんっていう話ですし、司法省だったら DOJ って書けばいいやんとか、国務省だったら DOS とか、国防総省だったら DOD って書けばいいじゃんみたいな話になるのに、わざわざその他の政府機関なんていうすごいわけわからん表現を使ってるところから、まあ、わざと使ってるのはわかるんですよね。はい。ということで、まあ、CIA がこういう、えー、Twitter、SNS 企業との 会議にも参加してますよと。そしてえ、実際その会議の中で何か話しているらしいんですけれども、えっ、ー、と、ロシアのに関する話っていう中に、OGA からの報告っていう項目もあるわけなんですね。はい。まあなんで何かしら伝えてたっていうのは間違いないということです。はい。で、ちょっとちなみにの話をしておきたいと思うんですが、あの、第7弾で明らかになりました、ロシアの工作活動っていうのが、 2020年選挙に起きるっていうことを FBI がもう激推ししてたっていう話あったじゃないですか。 で、その中で、えっ、ー、と、APT28 っていうロシアの工作チームの情報が与えられたって話があったんですけれども、あの、他のニュース見て、あ、なるほどねって僕になったんですが、あの、この APT28 って別名ファンシーベアーだそうなんですね。これ聞くと多分、あっていう風になる人いるかもしれませんが、あの、2016年に民主党の全国委員会のね、なんかメールサーバーがハッキングされたっていうなんか物語があるじゃないですか。あれを実行したロシアのグループがファンシーベアーだっていう話になってるので、はい。まあ、あの、それとつなげて、 てて話話ななんだなっていう話ですね、はいでまあ、ちょっと脱線は以上にしまして、ひとまずここのところで伝えたいのが、この FTIF の会議にも CIA っていうのは毎回毎回参加していると。で、それだけではなく報告もしているぐらいですから、まあ、かなり深く関与しているっていうところはわかるかなというふうに思います。はい。で、えー、この CIA なんですけれども、えっとその内部での文書っていうのをツイッターにも送っているようなんですね。 で、この、これがその実際の書式なんですけれども、えっと、元 CIA に所属していて内部告発とかもやったことがある人物、ちょっと名前忘れちゃいましたが、えっと、その人物にこれを確認してもらったら、もう、よう知ってるわ、この、その、書式みたいな感じで言ってるっていうことなんですね。どういうことかって言ったら、ここ点線あるじゃないですか。この点線の上にあるやつ、この赤で囲んだところっていうのは、その CIA が今現在関係しているところみたいな感じのようなんですね。 で、これがね、ちょっと僕、言葉のニュアンスがつかみづらくて、あの、オフィスが本当にその中にありますっていう意味なのか、まあ、元職員返してやってますみたいな意味なのか、それともコンタクトを直接取ってますって意味なのかが、ここはちょっと読み取れなかったので、ちょっとこの後の続報を待ちたいと思うんですが、ひとまず言えることは CIA とこの辺は全部繋がってるっていう話なんですね。で、えっ、ー、と、じゃあこれ何があるかって言ったら、Apple、Facebook、Redit っていうのはあの、日本のあの、掲示板みたいなものですね。 で、あと、リンクトイン、フラウドフレア、で、ユ、えー、え、グーグルさんは YouTube のことですね。はい。で、Twitter であるとか Yahoo、そして Wikimedia とこ w ウィキペディアのことですね。はい。まあ、こういうようなところと関係している情報ですよ、みたいな話なんですけれども、他にも送られているものがあって、こんなのがあったんですね。はい。その CIA が、これあの、ロシアの工作ですっていうふうに認定したものなんですが、もうめっちゃ YouTube あるんですね。<laughs> はい。なんで、なんか見てんだなっていう話なので、もしかしたら僕の動画を今ご覧いただいてるかもしれませんね。あの、お疲れ様でございます。はい。あの、あんまり変なことを言いませんので、えー、ご容赦いただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いしますね。CIA さんね、こんにちは。はい。ということで、あの、お話し進めていきたいと思いますが、とりあえず、まあ、そんな感じで FBI とだけじゃなくて CIA さんもめっちゃ絡んでるやんっていう話なわけなんですけれども、今までその、 検月をね、その FBI から来るときって、この規約違反の可能性っていうタイトルで来ていたんですよね。で、えー、っと、その、今まで公開されてたメールだと、多くて、ま、20件、30件程度の、その、依頼だったわけなんですね。ただ、今回明らかになったのが、実際もっと山盛り来てたっていう話で、例えばこのメールだけでもわかると思いますが、207投稿があると。で、基本的にそれはもう多すぎるならメールの中に載せないで、Excel のファイルにまとめてるっていうことなんですね。 で、例えばこんな感じで1000件以上がどっさり来てるケースとかもあるっていうことで、結構ね、あの、古希使われてたんだなっていう感じがするんですよ、ね。で、実際その不満を吐露するような話も出てきていて、社内のメールで、 もうこれで FBI から連絡来たの、この5日間で10回目だぞと。なんか簡略化する方法ねえのかみたいな、そういうなんか半分文句を言うようなやりとりもありまして、はい。まあ相当古キ使われてたんだなっていうふうに思うんですけれども、そんだけ言い換えると FBI めっちゃアクティブに動いてたわけなんですね。で、ちょっともう文字にしてませんが、何が問題って、その、規約違反の可能性って、こんなもん、ツイッター社内の人間がやれやっていう話なんですよね。 彼ら何やってるかって言ったらその海外の影響力工作に対策するチームという名目で国内のユーザーの管理をしているわけなんですね。もう明らかにやってることと言ってること違うじゃんっていう話なので、この辺が問題になってくるわけなんですけれども、実際ですね、この中のやりとりで、 その、やっぱ FBI の本部、この本部っていうのが、捜査本部っていう意味ではバージニア州の話なのか、それともあの政治的な意味の DC 本部の話なのか、ちょっとここは何,何かよくわかりませんが、ここであるとかボルチモアっていう、その、えっと、メリーランド州にある支部で、その検索をするチームがあるらしいんですね。で、それで、えそこがブワーっていろいろ見つけまくったものを、サンフランシスコ支部に送って、で、そこがツイッターに渡すみたいなことをやってるっていうことのようなんですよ。 まあなんで、まあ結局一つ言えることはサンフランシスコ支部がめっちゃ重要っていう話なんですけれども、この流れに関してはジェームズ・ベイカー、元 FBI 首席顧問弁護士でえ、この当時ツイッターのナンバー2のリーガル部門ののを染めてたんですけれども、彼もこれ認めてるんですね。FBI めっちゃ調べてるよみたいなことね。はい。 っていうことで、そのね、えっ、ー、と、今回 CIA の話もしましたけれども、もちろん FBI さんも、えー、思った以上にどっさりいろいろやってらっしゃったというようなお話ですね。はい。っていうようなことで、えー、まあ僕たちの普段使っているサービスの裏側っていうのはこんな感じで、あの、いろんなところが動いてるっていう話なわけなんですけれども、えっ、ー、と、マットタイビーさん今回最後、次回予告をしていました。 次は他の3人に注目してくださいっていう風に言ってるんですね。で、具体的に何をやるかって言ったら、コロナ関連から連邦議会議員との関係まで幅広く公開していくっていう風に言ってるので、なんかもっとドロドロしたものが出てきそうだなっていう感じなんですね。 で、例えばコロナ関連の話をするならば、イーロン・マスクがこんな投稿しましたよね。ドクター・ファーチ起訴せよっていうね、それが自分の代名詞だみたいなそういう投稿をして、あの、左派の方々であるとか、なんかあの、いわゆるね、あのか、えー、医療、医療エキスパートさんたち、専門家さんたちがなんか火を吹いて怒ってましたけれども、はい、あのー、ね、これに関連してくるのかなって思うんですよね。で、あの、ドクター・ファーチといえば裁判で、 ちょっと前ね、7時間ちょっとぐらいにわたる先生証言をね、していたっていうところの中で覚えてない連発,連発してたんですよね。もしかしたら、社内に残されている文書からその裁判での偽証みたいなものも明らかになるのかもしれないなっていうふうに思うので、ちょっと楽しみにしておきたいと思います。はい。あと最近なんかね、中国絡みの話でなんかすごい話いろいろ,いろ出てきてますね。なんか見てて思うのが、 あの、2020年の初めの時みたいな感じで、その本当の話と嘘の話がもう入り乱りまくって、その結果みんなが大パニックになるみたいな感じに見えなくもないので、ひとまずあの皆さん落ち着きましょうっていうふうに個人的には思ってます。まあ本当は、ね、本当に何が真実なのかよくわかんないですね、今ね。はい。まあとりあえず皆さん落ち着きましょうっていう話で終わりたいと思います。はい。ということで最後までご視聴ありがとうございました。えー、最後はですね、これはタヌキんが トイレを使って今砂を頑張ってカシャカシャやってるんですけれども、その外で待っているデブちゃんですね。なんかあのシークレットサービスがね、あの <laughs>、重要人物を守ってるところみたいな感じがしたので写真撮ってみました。はい。っていうシークレットサービスをデブちゃんでお別れをしたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。